難しいですね。その難しさっていうのは常に 100% 正しくというパーフェクトを求めてね。平塚球場で行われたイースタンリーグ公式戦、二塁塁審に大里審判の名前があった。あの騒動をきっかけに二軍降格を告げられてから初めて務める二軍の審判だった。どこでやっても野球は変わらないし、やはりその野球のために一生懸命やるだけですからね。そういう変な、そのなんていうのかな、誇りというか、そういうものはないですね。大里審判にとって二軍降格の直接の原因となったプレーが5月6日横浜スタジアムで起きた。須藤監督のクレームの後、島田捕手を退場処分にしたのだ。今シーズンからセ・リーグが採用した審判4人制、その新制度の是非が開幕早々問われることになった。僕の網膜の中にはやっぱりボールのところに飛んでいる打球の様っていうのはまだ絵というか、あれその網膜に残ってますよ。これはそう信じてやったことであってね、その時にね、その場でね。ですから僕個人としてはね、その結果のなんていうんですか、批判とかそういうものじゃなくてね、僕自身は最善を尽くしてやったことであって、何ら悔いてるあれはないですよね。ジャッジは僕はセーフにしまして、セーフだと思っていますし、彼は彼でそのブロックをしたという形で、まあ、ブロックの位置やなんかの関係でね、僕はそのブロックを超えてっていうか押し込んで、だからセーフだという判定をしただけであって、まあ、彼のその心情も分かりますわね。それであの時にそのさほど彼がね、そのついたとかなんかという印象はなかったわけですよ。当該のアンパイアになりますとね、旗で見ているよりね、その受けた衝撃とかそういうものがねちょっと違うんですよね。ただその旗から見ててね、出さなきゃいけなかったというふうな形で、こっちはね、そのアンパイアっていうのは退場させようと思ってグラウンドにいるわけじゃないですからね。それだけではない。甲子園での阪神ヤクルト戦では八木のレフトオーバーの当たりを二塁三塁の両塁審が打球を追ってしまい、三塁でのタッチプレーは4審判協議という前代未聞のケースが起きた。これは明らかに4人制のフォーメーションのミスだった。そして5月22日の中日巨人戦では吉村のレフトフォール直撃の当たりが元で田中審判も二軍降格となった。かつて4人制だった審判が先審を加えての6人制になったのは1965年から。それが25年経った今、なぜ4人制に戻すことになったのだろうか。11年前になりましょうかね、セントラルリーグのオーナー懇談会でですね、ともかくまあその6人制が4人制に切り替えろと、こういうまあその欠点がございましてね、その年から毎年1人なし2人アメリカの審判学校にね、若手審判を留学させてきたわけですね。その数がちょうど12名になりましたでしょうかね、確か12名おるはずです。だから過去3年間毎年アリゾナなんかの教育リーグにですね、3名ずつ派遣しましてね、そしてアメリカの審判と一緒になってクルーを組んでですね、審判をやってきてるわけ。したがって日本の場合もまあ照明度が昔の 2.5 倍から3倍くらい照明度が明るくなりましたのでね、その他いろんなまあ諸条件が大体整ったと、こういうふうに判断をしまして今年も踏み切ったわけです。今年1月セ・リーグの審判テストが行われたが、実に3年ぶりのこと。25歳以下、身長175センチ以上、そして視力 1.0 以上という条件に応募したのは関東関西合わせて45人だった。セ・リーグにとって新人審判員の募集は切実な問題であった。去年29人いた審判員のうち7審判が現役を退き、現在は22名。その中から一軍の球審も務められるという条件で選ばれた16人が3クルーに分かれて一軍のゲームを受け持つことになった。しかしそのうち9人が50歳以上、
経験年数も15年前後のいわば中堅クラスが少なくなっているのだ。年齢構成がちょっとね、頭でっかちになっておりましてね、でこれはまあ今反省、うちの反省材料なんですけどね、在来まあそのベテランの審判に大きくまあ依存してきたといいますかね、その次が今回ってきたということも指摘されますね。これは年々再々募集をしてですね、そして新進のベテラン審判を採用して、それを歪みを直していくという努力をしてまいりたいと思っております。はい、そんな中合格したのは3人。これから1年間研修審判員として研修を受けた後、アメリカの審判学校でおよそ1ヶ月間教育を受けて、初めて審判員として認められる。セリーグの審判員は1年契約、毎年10月31日までにリーグ側から翌年度の契約更新の連絡がなければそれで終わり、退職金もない。給料は日本プロ野球機構が12球団から集めた分担金、そしてオールスターゲームなどの収益品の中から審判給与として両リーグにほぼ同額を分配。その中でリーグは各審判に支給するが、その金額は360万から1500万円と言われている。そんな中、一人前の審判員になるには300試合の球審を務めなくてはならないという。ファームの公式戦が年間80試合なので、一人当たり球審を務められるのは1年でおよそ30試合、つまり一人前になるには10年かかるという計算になる。彼らも一軍デビューまであと10年、人材難はまだまだ解決されそうにない。松橋さんが審判を辞めて2年が経つ。独特のコールで人気を博し、名審判と謳われた松橋さん。彼はなぜ審判を辞めたのだろうか。半歩がついていけないんですよ、プレー見るときにね。もう半歩追い込めばいい位置に入れるという、その半歩がつかなくなるんですね。54歳の時、ここでちょうど横浜スタジアムであった5月24日ですか、その時の時に、こんなの間違えても私も限界だと、まあ、それまでにいろいろとその進んでくるプロセスありましたんですがね、まあ、簡単に言えば肉体的な限界、まあ、脚力、目ね、全部そういうものを総合したものを感じたんでやめました。ナリクソンの球に対し、三浦はセーフティーバントを試みた。岡崎がダッシュして一塁へ投げる。スパーンという音を聞いてアウトとコールした瞬間、僕は背筋が寒くなる思いがした。三浦投手の足はすでにベースを踏み、2メートルも先に行っていたので、一塁ベンチから小葉監督が飛び出してきた。僕は腹を決めた。明らかに私のミスです。しかし審判は一旦コールしたジャッジを変えることはできない。そのことを了解してほしい。審判として絶対に言ってはいけない言葉。しまったっていうのは、まあ、ことに球審やってりゃ多いですね。ベースの場合はもう 100% 正しくなくちゃいけないと思うんです。でも球審の場合はですね、おめでとうございます。ただいま判定に対しまして、鈴木選手が私にヘルメットとバットを投げつけました。したがって、退場処分にします。だそうです。はい、300以上のボールは見るわけです。だから100じゃなくてもいい。僕は僕のやり方でね、まあ、とにかく止まってるボールより動くボールを見たほうがいいというような形で、そういう練習をしました。試合前の両チームの打撃練習中、審判はそこでも目を鳴らし球審の練習をしている。球審のジャッジについてロッテの伊良部投手に頼んである実験を行った。伊良部投手といえば、去年156キロの日本人最高速をマークした剛速球投手だ。球審の目の位置にカメラをセットして、際どい球をどれだけ正確にジャッジできるかというものだ。あなたの目にはこの球がどのように映るだろうか。右がストライクで左がボール、この微妙なコースの差を審判は見極める。後で後悔のないようにね、できるだけ明日のゲームにより良いコンディションで臨めるように、明日のゲームに対するその腕感というか、未知の部分、何が起こるか分からない、そういうものも含めてね。ですから
私だけじゃなくてみんな自分の時間があれば練習するできる場があれば行ってやはり練習しておくとか、まあ人間その生身の体ですからね、いつも同じようにコンディションを整えられるかって言って人間というのはそういうもんじゃありませんしね、そこらの難しさありますよね。例えばストライクのかボールの判定でもあのゲージを作って枠を作りまして、その中に投げ込んだ場合だけがストライクだと、それ以外はボールという判定するとそれでいいかと、であるいはもう非常に赤外線カメラまで備えて、判定にすると、これも私は技術的には、可能だろうと思うんですよ。しかしそういうような野球というのを我々は要求しているんだろうかと思うんですが、私はそうじゃないと思うんですね。やはり我々はアンパイアが判断したところに従うということが前提で成り立っているプレーなんですから、それを無視しまして、俺が見たところが正しいと、あのジャイアンツ B 級の人はあのホームランと見るでしょうし、ヤクルトファンの人はあれはファールと見ると、お互いいろいろ立場は違うわけで、あるいは客観的真実はあるかもしれません、あるかもしれませんけれども、第三者の判断に従うということがあのこの試合の私は流れの前提だと思いますので、人間がすることだから間違いはあると思うんです、間違いがないなんてことは絶対申しませんので、間違いあると思うんです。昔のいわゆる名審判と言われた方々でもですね、まあ、100っていうものはないわけです、 100% というものが、やっぱりそれがあの積み重ねでね、信頼の積み重ねに来てるわけでしょ、ね、だからその時にそのあの人がミスったか、じゃあ仕方がないなというような状態まで審判を持ってって、僕は初めて権威という言葉がね出ると思うんですよ。自分の判定に自信持てと、自分の判定に従ってプレーを動いていくんだということに対する自信を持ってくれと、で自分の判定に従ってもらうようなおのずからの人格態度を取ってもらいたいと思うんですかね。無事いいゲームで終わってほしい、それがもう心から願いであってね、そのために神経をすり減らしてグラウンドへ立つわけですからね、その使命感というのは大変なものがありますよ。こんなに長く野球っていうのできると思わなかったし、人生野球以外に何も知らなかったと言ってもいいくらいだし、これに対する不満とかそういうものじゃなくて、むしろ満足感というんですかね、そういうもので満ちてるっていうのは、これはあの本心ですわね、偽らざる本心ですよ、ですから変に恨みつらみも何もないですよ。大里審判の一軍復帰日は7月28日、あと1ヶ月半。パシフィックリーグ、フルゲン正一審判員、沖縄県出身、28歳、大学卒業後、薬品販売会社に就職、昨年の審判採用試験に合格するまで3度の受験経験を持つ。那覇工業高校時代はファーストとして活躍、沖縄大学では5番を打つスラッガーだった。パシフィックリーグ、栄村高安審判員、神奈川県出身、24歳、日大藤沢高校ではファースト、しかしこのことから審判員の魅力に取りつかれる。日大進学後はプレーヤーではなく、少年野球から高校野球に至るまでアマチュア野球の審判として4年間を過ごした。平成2年12月15日、パシフィックリーグで9年ぶりの採用試験が行われた。フルゲンと栄村、2人の環境は違っても抱き続けてきた夢を叶えるためのラストチャンスであった。はい、やりたいです。はい。そして数日後、その夢が現実となったことを一枚の手紙が知らせてくれた。平成3年2月1日、彼らにとって審判員としての第一歩が始まった。そして四国、春野でのキャンプ。
憧れていたスーツを身にまとってのキャンプだった。行こう。ですか。歩ってんのちゃうか。誰か転んだんでしたら見てこいでぞ。解放するんですかね。走ってんのかこら。家からびっくりして飛び出てくるじゃん。ほらあ言うて。お、車通っても聞こえるわ。とにかく声がちょっとしかすれてきたな。手抜き、手抜き。そんなのだと。誰超えたら返事をせい。くそは団体生活の中にいる。先輩たちに気を使うことも大切な役割である。失礼します。どうもありがとうございました。失礼します。昨日話したな、走者がどこ走ってるか、それを見とかねえなよ。簡単なプレーをな、はい、簡単に見んなよ、はい、な。顎の方から引く、あの前、おい、こう、うん、まだ遅いな。俺じゃあボール飛んでもらおう、行っちまう。マスかぶったらまるだよ、はい、まあ、きちっとかぶる練習しなきゃダメだよ、はい、スポットかぶった時にもう全部キュッとならねえ。その夢は想像以上に険しいものだった。肉体的なものをさらに上回る精神的つらさがそこにはあった。しかしそれを乗り越えなければ夢は果たせない。ゲームでジャッジをする自分の姿を思い浮かべながら、2人はこの1ヶ月を乗り切った。教育リーグ、ついにデビューを飾る日が来た。苦しいキャンプを乗り切ったその自信が2人の表情にうかがえる。しかし、ゲーム開始が近づくにつれ、込み上げてくる緊張感。これよく見とく、こうセカンドの、はい、9番ライト大塚、ライト大塚、試合開始までしばらくの間お待ちくださいませ。最後か、はい、そして始まった。7回、ここまで無難にこなしてきた栄村に致命的なミスが生じる。バッターですら認める完全なファール。やってますけど、自分は触ってないと思いました。触ってないと思いました。やってるんだろ。やったんですよ。引いてます。
人見ました。逃げ出したくても逃げ出せない。誰かの助けを借りられるわけでもない。判定を下すとき、いつも審判は一人なのだ。あそこでお前はボールかストライクか、黙ってるってことはボールに見られてんだ、ところが動作があればそれはストライクじゃないか、バントしたんじゃないかっていうのを見られるんだ、そのためのアンパイアなんだから、そこさえはっきりしてな、だからファールでもお前でも最初ちっちゃい声だったろ、2発目でやっと声が出たんでしょ、結局キャンプでやったことができてないってことだよな、今日、例えばマスク一つ取るにしてもさ、ほら、だからプレーかけるにしても初歩的なこと、練習やったことが今日できないってことはもう一回やり直しなんだよな、明日からまた、そっから始めましょう、喜びと挫折、いつも背中合わせの2つの局面を毎日感じている。まだ半人前の2人、時間を止めたくても開幕は待ってくれない。見てる分にはやっぱり楽な仕事だかなと思ったんですけど、やっぱりいざグラウンドに立ってみるとやっぱり違いますね、もう間違いが許されないですからね、選手はもう間違ってもいいんですけど、審判はもう間違いが許されませんので、その点が一番、また教育リーグとは違う、今度は本当の、公式戦ということで、2軍でも公式戦ということで、本当少しの間違いも許されないというか、そういう気持ちでしたんで、だから本当だからもう緊張して、その開幕のした試合の日のことなんかもうほとんど今覚えてないです、夏のある日、ロッテ浦和球場には真っ黒に日焼けした2人の姿があった。球審小林、一塁フルゲン、三塁栄村、二人の姿はまさに水を得た魚のようだった。栄村高安、あの時の失敗は彼にとって大きな飛躍に変わっていた。フルゲン翔一、キャンプで体験した斉田指導員の厳しい指導も今や良き思い出となっている。とにかくこの仕事を見つけたくてずっと今まで来ましたので、とにかくパリーグのユニフォーム着てグラウンドに立てて、それでちゃんとジャッジができたっていうことが本当嬉しかったです。グラウンドでの技術も、当然のことですけど、その支えとなるものはやっぱり昨日強い気持ちを持たないといけないっていう、やっぱり精神的なものが大事じゃないかなっていうことを感じました。自分で下したジャッジを周りが納得してくれて、それでもう何事もなく一試合バーっていけば本当に一番の魅力、魅力っていうかもう審判冥利っていう、そういう気持ちになります。選手と同じグラウンドで仕事をすることが生きがいですとフルゲンが言った。プロ野球に憧れてこの道を選んだ二人、紛れもなく君たちは審判員なのだ。長い間抱き続けてきた夢はもうとっくに通り過ぎている。でも彼らは満足していない。日本シリーズでジャッジをするという新たな夢を見つけたから、その大きな夢を追いかけて彼らの2年目が始まる。